はね、最初のその手探り状態で進んでる中の総括に入っていきますが、アイコンが相変わらず出ない。アイコン出すときはどうすればいいんでしょうか。今度総括になりますが、第一のレベルのまとめになります。ここだとどうなってきますでしょうか。巨大な岩場の海岸が波の打ち付けに耐えているっていうものですね。私の作った見出しとして変わらずにあるものの強い確認しましたね。キーノートがあらゆる制度化された手続きの不活発惰性、不活発惰性インフェリアっていうのの、訳2つ書いちゃいましたけども、でまあ読んだまでの流れでじゃあ感情のコントロールがテーマになりましたよと、その次にね、でそうやって自分でこう自分の気持ちを御していこう、押さえつけていこうっていう風になっていくと、そうすると自分の中にしわ寄せも来れば、変わらないものっていうのがどうしても扱えないものとかコントロールできないものとかそういうものを見出すに至るわけですよね。どうしても変えられないものっていうのはそこに残ってくるし、それは同時に他者に対してもそれを感じてくると思う。自分の感情のコントロールだけじゃなく、それを行動に移した時にさらにそのアクションがどういう影響を及ぼすかってことを考えた場合に、人も動かなかったりするっていうことをね、そこで同時に見出していくという、変えよう変えようとかいうことがこう何かこううまく機能しなくなっていったりね、そうなんですか。でコントロールしようっていうものがうまくいかなかったりとか、両方の面があると思いますね。だからね、普通さっきね、5等分だとクインタイルでうまくまとめて調停するっておっしゃってましたけど、調和に至るってあるけど、ここはまだそこに解決に至ってないみたいな感じがします。一つの調和として見られた結論っていうものは何かっていうと、その見出しにつけた変わらずに何か強いものがあるんだよっていう、そこを確認するに至るねというね、そういう度数だねというようなこともあればですね。じゃあ現象としては不活発とか惰性に見えても、それがあるからこそ確認に至るって見ればいいのかな。現象としてそういうふうになってても、なっててもそれはそういう確認じゃなくて、確認をするっていう、変わらないものだからこそそういうふうに見えるんですよっていうふうに捉えちゃうんじゃないですかね。そういうふうに見えちゃう。変わらないものだからこそ惰性で残っていたり不活発に見えたりするっていうことですよ。はい、いいですかってことね。変わらないものは何か悪いものとは限らない。そういうことです。全くそういうネガティブなものではないし、そのコントロール4度で見られた感情のコントロールっていうテーマから、その漏れたものっていうふうにばっかりじゃなくてもいいわけで、でそれもたとえそうだとしても、それは決して制御できない感情だからといって質の悪いものではないし、別に押さえつけなければならないというような悪感情でもないだろうし、それは解放すべきものは解放すべきものとして残っていればいいわけですしね、そうではなくして何か力が働く際にそれに対しての抵抗っていうのがとにかく強く出るっていう、そういうパーソナリティだったら特にそういう傾向がやたら強く出る個数だっていうね、見ていただければっていうふうに思いますね。私個人的に深く関わった人間がここだったので、不活発惰性でこうじゃ何か残ってるような、変わらずに頑固でいるように見えるっていうのももちろんありますし、それだけじゃなくてものすごく劇場の持ち主との傾向が結構あると思いますね。他でも女性でも、ガーッとなっちゃうんですか。なるでしょうね。その人がってだけじゃないですよ。他でもね、結構ハードな人だったりするんじゃないかしらっていう気がしますね。うまく出ると、そのなんか危機的な中で耐えていってこう乗り越えるっていう感じの人も出るだろうって。そういう時に強いっていうね、その危機的な状況に非常にこうガンとして動かないから頼も
しいとかね、うん、そういうようなパーソナリティであのいられることもあるでしょうね、うん、ここまででじゃあ文章の中では疑問点は文章か文章会話で会話会話と話話の中でねそっか説明してくれてたもんねじゃあ読んでないじゃんいやいやいやそんなことじゃないですよなんかねでも似たねそのストーリーのがサビアンシンボルの中にいっぱいあって乙女かなんかの参照でもなんだっけあの岸壁に打ち付ける波みたいなのがなかったでしたっけありましたかねなんかみんな ハードで克服してくるってなるとこういうイメージ出ちゃうかなってちょっと思っちゃったりしやすいんですけれども、ね、ここから石坂さんのだと料理が始まって、うん、あ、焼き茶が始まるんだ料理の午後まではここなんです、うんうん、料理の最初 の自分をうまく表明しなきゃいけないところが始まるので料理の最初の方のシンボルで、うん、教会に窓がこう、うん、ステンドグラスが貼られているみたいなのがありますので、うん、そういうのをすごく思いまして焼き、はい、の最初の頃ってすごくストレスフルで、うん、なんかその自分が現世的に仕事がいかに成し遂げられたかが自分の価値の全てみたいな、うん、すごくその厳しいストレスにたまる度数域なので、うん、なんかこれまでは割といてで、うん、こう抽象的な、うん祈りの儀式で火のついたろうそくとか運んでたんですけど、うん、ここに来てなんかじゃあ現実としてはどうなのできてるのみたいな、うん、何かを突きつけられてる感じがするのかなとは思いました、うんうん、なんか表明しなきゃいけないという感じが出てくるかもしれないですねじゃあちょっと夢児見ててよろしいでしょうか会話の中では大丈夫ですよねでは出してみたい人を言ってみてくださいフランシス・ベーコンがすごい劇場のって鈴木さんおっしゃってましたけど、うん、そう言われるととても劇場っぽい、うん、なの哲学者だよね何画家って書いてあるんですか画家の方っていう意味で画家って書くと同じ名前の哲学者じゃなくて画家の方って書いてあるんですけど移動いました画像検索でちらっと見ただけなんですけど確かに劇場っぽい感じですねどんな絵描いてたっけちょっとイメージ飛ばないのでそうするとグーグルそんなに劇場型じゃなかったら500円みたいな気がするよね、なんか同じ名前の人多いもんねなんかなんかさよいしょここが切ってもらわなきゃいけないかもしれないんですがここで出せばいいんですかフランシス・ベーコン、はい、フランブランで出ちゃってこれ出すとさ、私が何検索してるか出るから嫌なんだな意外にねベーコンのバーコンになってるんですがなんでバーコンだろうベーコンのこれでどれだろうねこれか、うん、画像かうん、はいはいはいこれこういうの見て思ったの例えばこの中だとどれでしょう椅子に座ってる人、うん、どれ左から何段目の左とか何段目の左あ、このかな、うん、ちょっと見せてみようか、うん、怖いですしああ、そっか、はいはいはいこれどこの人ベルギーかなんかではないか名前からするとフランスちょっとピエロティックな感じですけどね。あ、そっか。これ激しさを感じさせればいいわけか。させればいい。させればいい。どれ？例えばあのアイビーさんどれが見たいと思いますか。あ、ホイビーは。耳のやつを見たことがある。あ、これ？ベーコンっぽい。火星乗ってた。あ、火星乗ってたの。なんでこんな怖い。ちっちゃいな。あ、なんか昔なんかあの親が買ってくれました。あ、本当。
これ耳なんですか。なんか、ベーコンの作品の中に耳とか、なんかすっごい怖かった思い出があって、黒と、まあ、この赤っぽいと、なんか夢、悪夢の絵がすごいあったんですけど、こんな感じ。実存的って言われるの。実在ですね。ガルビジョン派なのかな。大きいのかな。なんでもね、木みたいなやつとかも。どれだよ、これ。あの、3列目の右から2番目、あ、これこれも見たことあるよ。あるの。じゃあ合唱持ってんだね、アイブさんね。気持ち悪くないですか、これ。怖いですね。ちょっと、真ん中に置いておく。これ女の人なの。あ、違うから、なんで。ちょっとなんか死を感じさせるんだね。生き物を吊るしてるんじゃないですか。けたものをね。なるほどか。この劇場っていうふうに捉えられるのがなんかなんともなって感じがするんですけどね。それよりもなんか変わらないものっていうのがじゃあどうやって見えてるのかっていうふうに思った方がいいような気がしますね。その異形じゃないですか。描かれてるものを死なべて異形であるっていうこと。いかに歪んだ人の顔であったり、このグロテスクなね、光景であったりっていうものなわけで、いやそれ分なん、そこからこう、じゃあ、写真されるような変わらないものっていうか、ね、この人の心としてね。生と死っていうのはやっぱりテーマになってるんだね。さっきのこれもそうだよね、ちょっと。マスマスクに近い。そんなんでいいかなとかつってこの肖像画も普通には描いてるのかな、彼は。フランシス・ベーコンとか。そっちは土は子孫家。あ、子孫家の方か。これそうなんだね。ポートレートって感じ。やっぱり奇妙だよね。ちょっと狂っちゃってるみたいな感じ。醸し出しつつ。じゃあいいかな。他の人も見てみますか。その力強さってことを感じる人はいるでしょうか。最初に出てきたのがルーズベルトもそうなんじゃないですか。あの大恐慌の時の大統領ですよね。世界史かなんかでやったかもしれないけど、ニューディール政策かなんかで、あの不況の真っ只中の時に、なんていうかな、一度銀行を一旦停止させてそこから回復させたみたいな、ただそのブレのない力強さっていうのもあるんじゃないかなとちょっと思ったんですけど、しかもルーズベルト自体がね、あのちょっと体不自由だったらしいですね。右手が動かなかったか足だったか忘れたけど、小児麻痺かなんかでそういう身体的な拘束があったみたいですけどね。だからすごく強烈な意志っていうのは持ってる人なんじゃないかなとちょっと思ったんですけど、ここはどうでしょうか。アイビーさんとかどうですか。見てみたい人です。あ、そう、もうこれですよね。うんうん、ジュリア・ロバーツとか。あ、ジュリア・ロバーツか。実にそんな感じですね。え、そうなの、強いの。なんか推しの強そうな女ですよね。アイビーさんどこら辺で感じるの。ジュリア・ロバーツ、ジュアンなんちゅう。なんかリンドラコビッチの役やってたのとかがすごいっぽいなって感じです。なんかこう、あ、なんだ、あと最近のやつだと、食べて祈って恋をしてとかあるんですけど、あのなんかインドかどっかに行くやつだって。そうなんですけど、食べて祈って恋をして、で、あれが、まあ、放題が活かしてなかったんであんまり見れてなかったんですけど、見たら相当良くて、なんかまあ意志が強い、強いみたいな、なんか、いや、苦難が絶対来るんですよ、自分の場合がなくって。ですけど、なんか、続けることに意義があるみたいな。続けるというのはその自分の意志みたいなものを。そうですね、とか、大丈夫ですよね、とか。まあ、なんか占い師に会いに行くんでしょ、わざわざ。あ、そうなんですよ、大丈夫って信じる。役的に固くなな感じでしたね。固くなな、はい、ぽいね。固くなな感じでした。
本人もじゃあそういうパーソナリティあるのかもしれないですね。そうですね、うん、なんか名前だけ聞くとねソフトリーなイメージするけどやっぱねきちっと見た人じゃないと分かんないなろうかそのあと。でも、うん、あとは倉木舞とかも結構倉木舞さん、はいはい、小さい頃よく聞いてましたけど、うん、なんか、うん、小さい頃なんだあのうちらロートルメえぇーって今ね額に斜線がかかっちゃったんだけどみたいな結構硬いとか真面目とかそういう印象があって、はいはい、そういう真剣なムードで言うとすごいサソリ座っぽいなっていうのがあって、うん、あの人さ宇多田ヒカルと比べられちゃったでしょさ出た時にね確かそうでした、ねなんか結構ストイックな感じの歌詞とか曲とかが多くてなんか高い壁とかが1個あってその周りをちょっとタッチとかしながらぐるぐる回ってるような印象があって他にもなんか冬晴れっぽい雰囲気が冬晴れそこまで言われちゃってるもしさお父さんが AV 監督かなんかだよね苦労してるみたいですよ お母さんと一緒に暮らしてて本当かよつらい元々で売れたからねお父さんがねお金貸してくれってやってきたんだって黒木舞のとこにでそういう意味ではこのなんとかな波を打ちつけるのに耐えているって感じがちょっとこじつけたけどね出ちゃったりして鈴木さんのつけてくださった変わらずにあるものの強い確認っていう印象がすごくありますあるよねだっていろいろ比べられて叩かれたりもしたもんねなんか曲とかを聴いててすごくそういう印象があります、ねうん、作詞も自分でやってんのこの人確かシンガーソングライターだったんじゃないこの人作曲全然やらない人が売りなんでしょだってあそうだよ歌詞だと曲は作るのね詞書いてんのかなライターいそうだけどね、他にねでさ、大学行ってたじゃないですか、うんね、どこだとか作曲はしてないんだよね作詞とかはするんですよ大学は立命館立命館なんだなかなかちょっと強い意志持たなきゃやってられんねって感じもあったんだろうなでこれちゃんと文春情報ですから正しいんですよ、大丈夫ですよ2ちゃんではございませんじゃあこんな感じでいい？それとか他に語りたい方いますか？大丈夫？シゴミメイツコもいるんだね、ここはね。さっきのジュリア・ロバーツじゃないけど、強い女っちゃ強いのかなと思うけど、でもなんかその強さがね、かたくななさとかなんかに耐えてるっていう強さなのかなってちょっと思っちゃったりするんですけど、アクションでしょ？芯がある感じがする。長渕剛の奥さんだっけか、あ離婚したんだっけ DV に耐えてるとかあ、DV なのですかだからえ、離婚してないのしてないですよじゃあ頑張ってんだねそんな DV に耐えてるだってさ、ずいぶん前に結婚してなかったっけかまだ離婚してないのね出会いが大体バイオフェンスじゃないですか。なんで？共演でドラマで共演して怪我をさせられるっていうね。マジで？知らないですか？知らない。何のドラマで？それは。なんかラーメン屋があのラーメン屋舞台だった。トンボか。違うね。これはね、その前だと思う。DV なの？日本一のアクション女優を怪我させるっていうのはどんだけチンピラなんだって足で、そんだけいかにこうどんだけダメなのかってじゃないですよね。ダメっすよね、とかもうひどすぎる話でそういったもでそれが一緒になっちゃってもその後じゃあ今度夫婦間でそういう関係になったりとかねいろいろもろもろな感じで、まあ、彼女は耐えてるっちゃ耐えてる部分は大きいんじゃないですかっすね。じゃあ長渕の波の打ちつけに耐えてるって考えてるっていうか離婚しちゃえばいいのよねなんで人のことをここまで言うかわかんないんですけどでもそれでも変わらないなんか強い確認みたいなものがあるんですかねご本人の中であるんじゃないですか、うん、それこそ夫婦間でしかわからないようなね、うん、信頼感とかね、うん、あるんじゃないですか今もうドラマとかには出てないんだじゃあこの方はもう芸能活動してないでしょしてないんだね、まあ、非常に惜しいですよね、うん、この間も言われちゃいました、ねうん、じゃあ惜しいってところでお休みに入りましょうかねおトイレ休憩とお茶休憩をしながら6度から続きます。